皆様こんにちは、服部モネです。この度12月14日にサントリーブルーローズにて、ピアノの江口明先生とリサイタルをデュオリサイタルをさせていただくことになりました。フランクのバイオリンソナタをはじめいろいろな曲を演奏いたしますが、フランクのソナタは私にとっても初めてステージの上で弾くのが生まれて初めてとなります。自分にとっても挑戦であり非常に楽しみにしております。このような状況下ではありますけれども、安全に演奏会ができるということを非常にありがたく重く受け止めております。皆様ももし時間が終わりの方がいらっしゃいましたら劇場に足を運んでいただけましたらと思います。それでは現地でお目にかかれるのを楽しみにしております。